発明品を着用したフランツ・ライヒエルトメディアを再生するライヒエルトの公開実験の一部始終を収めたフィルムフランツ・ライヒエルトはオーストリア・ウィーン出身の発明家、仕立て屋であり、その不良の死によって知られている。1879年にウィーンで生まれ、1898年にパリへ引っ越した。1909年にはフランス国籍を取得している。 1910年7月から彼はある発明品の開発に取り掛かった。それは現代のパラシュートと同じ原理で地上に降りる街灯であった。その成果を証明するため、1912年2月4日、当時人口の建造物としては世界最高の高さだったエッフェル塔のデッキから飛び降りた。だが彼の発明品の街灯は開かず地上に激突し、 立ち会っていた関係者によって死亡が確認された。ライヒエルトのこの事故の一部始終は集まっていた取材陣のカメラに収録されていた。ジャンプスーツを着用したベースジャンピングの走りと言えるが、そのベースジャンピング自体も非常に危険であり、ライフェルトと同様に多くの挑戦者が事故で死亡している。A、A.B. レソジュシエクル・エドワード・ローネット。 サマーサプリメントオブリバーション17ジュライ2009ただし、後の検視結果では飛び降りる際にライヒールとは心臓発作を起こしており、これが死因だと結論付けられている。ありがとうございます。